インターフットボールによると、プラン B はなかった。大韓民国サッカー代表チームウリシティリケ監督の留任が確定され、契約期間である2018ロシアワールドカップまで指揮を取る。しかし代表チームがもしワールドカップ出場に失敗した場合、契約は自動的に終了される。大韓サッカー協会は4月3日午後2時30分、京畿道多寿国家代表トレーニングセンターで技術委員会を開き、韓国サッカーと各球代表の状況をあまねく点検した。この席では2018女子アジアカップ予選を行う女子代表、アンダー20ワールドカップを準備するシンテヨン監督の支援策など、様々な案件を議論したが、最も重要な案件は、A 代表シティリケ監督の去就であった。更迭か再信任か、2つの選択肢からサッカー協会の選択は再信任だった。技術委員会は更迭と再信任を置いて議論を重ねたが、プラン B がない状況で生半可に監督の更迭は毒になるという判断をし、結果的にシティリケ監督を再信任した。記者会見を設けたイオンス技術委員長は、技術委員の方々と監督の去就について激論を繰り広げた。シティリケ監督をもう一度信頼すると発表する。過去にも選手たちが困難な時期を経験したがワールドカップに進出した底力を信じて次の試合の準備をすることに決めた。と再信任理由を明らかにした。もちろん世論は最悪だった。アジアカップ準優勝とアジア2次予選無失点全勝を記録した時は、ゴッティリケ、ゴッドシティリケ、と呼ばれたがもはや状況が変わった。これまでシティリケ監督は一枚下の相手には強い姿を見せたが、似たレベルの相手がいる最終予選では苦戦を免れることができなかった。特にイラン遠征で艦隊を喫して以降は最悪の競技力を見せ、中国遠征でも星を落とした。以降シリア戦はホームで勝利して急な日は消したが、無戦術という汚名を拭うことができなかった。しかし代案がなかった。一言でプラン B がなかった。実際に全ての状況が良くなかった。もしシティリケ監督を更迭した場合、確実な選択肢が必要だったが完璧な代替者を求めるための時間、財政などが良くなかった。また後任監督は最終予選3試合を行わなければならないが、ワールドカップ本大会出場が有力でもない状況で指揮を執る監督がそれほど多くない。去る2014年ブラジルワールドカップの失敗も教訓になった。当時サッカー協会はワールドカップ本大会進出に成功し、チェガンヒ監督が退くとすぐにロンドンオリンピックで銅メダルを獲得したホン・ヨンボ監督に指揮を任せた。当時も多くの論争があったがあまりにも絶大な支持を誇っていたホン・ヨンボ監督だったので問題がなかった。しかし結果的には徹底して失敗し、協会はその時の教訓を忘れなかった。確実な候補がいないことも問題であった。協会の予算がそれほど豊かではない状況で、誰もが望む監督を連れてくることは容易ではなかった。もちろんアンダー20代表チームを率いているシンテヨン監督をはじめ、外国人指導者、国内の指導者などが候補群に上がることができたが、現在までに確実な代わりを見つけるのは難しい状況である。ここでシンテヨン監督がアンダー20ワールドカップを終えて帰ってきてもタイミングが合わなかった。結局協会はシティリケ監督を選択した。世論が最悪な状況で多くの非難を感受して下した決定である。もし代表がワールドカップ本戦に進出できなければ今回の選択は韓国サッカーの歴史に残る決定とされることもあり、逆に残りの期間中に反転して成功した場合は最良の選択になり得る。その結果シティリケ監督は変わらなければならない。これまでの孤立無援将軍式の行動と普通に近いコミュニケーションはならない。急激に世論を変化させることはできないだろうが、残りの3試合を通じて少しずつ雰囲気を反転させなければならず、自分の足りないことを認めなければならない。このような理由から確実なヘッドコーチが必要な状況であり、メディアと周囲の人々の苦言も受け入れなければならない。ここで自分の崩れた原則を再び立て直さなければならず、選手選抜の疑問も解消しなければならない。変更のために協会も大幅な支援を約束した。ひとまずシティリケ監督を補佐するヘッドコーチの招聘が必要な場合は、積極的に補強に着手するものとした。これに対してイオンス委員長は、コーチの補強には監督と今後協議しなければならない。技術委員会で提案があった。会議で話をするだろう。監督の助けになるのであれば、コーチ陣を補強するだろう。可能な限り支援する、と答えた。更迭を見送っての留任ですね。残り最終予選3試合はもちろん、大会に行ってもシティリケ体制では高速脱落が予想されます。競技力の低下、毎回中東、中国リーグ選手の選抜、
2年待っても治らないことを1年で良くすることを期待するのは大変です。今日のサッカー協会は、韓国史サッカーの未来を放棄した日です。決定が残念です。サッカー界が暗黒時代に入ったな。留任、ありがとうございます。シティリケ、ロシアワールドカップでの成功を願います。代わりに本当に国民の皆さんの多くの応援が必要です。代表ファイティング。何をするやつか。当然の結果か、笑い。ワールドレジェンドシティリケ、何を間違っているのか。選手レベルが一様にクソ級だ、笑い。こんなチームで最終予選まで引き上げただけでも歴代国家代表監督最高の業績である。自分たちが責任を負いたくなくて留任してしまったね、笑い。犬答えがない、笑い。どうしてこうなるのか、はぁ、あ、はぁ、あ、うんざりうんざり。相対的難局だね、韓国サッカー。ふふふ。では2022ワールドカップの準備をしよう。本当にちょっと一度信じてみよう。鍋ちょっとやめて。信じる。今まで見せてくれたのが一つもないのに何をさらに信じるのか。2022年だって、笑い。信じますか？何を信じて？選手掌握力ゼロ、戦術ゼロ、インタビュー能力ゼロ、選手の性格、何を信じて？もう国家代表サッカー見ない。協会が大韓民国サッカーを最後まで滅ぼすんだな。畜産協同組合、大韓サッカー協会、さあ、久しぶりに集まったのでこれから飲みに行きましょう。どの国もワールドカップ最終予選でその国の2部リーグのフォワードを常に選抜するチームはありません。韓国は2部リーグ、それもそこでクソを包む選手が国家代表選抜です。これ常識的な判断か？選手たちがめちゃくちゃなのに、監督を恨むのは無理があるようだ。編集所感。妥当な決定というか、記事の通り選択肢がない。成績不振が理由なら契約解除も難しくないが、成績はそれほど悪くない。これが更迭できない最大の理由だ。お金がないことも関係している。一方的な契約破棄をするならば違約金を払わなければならない。違約金を払って新たに監督に年俸を支払うお金がないようだ。そうなると国内監督に絞ることになるが、今アンダー20の快進撃を支えているシンテヨンはアンダー20ワールドカップを控えている。アンダー20ワールドカップは韓国で開催されるが、5月20日から6月11日までだ。次のアジア最終予選は6月13日カタールで行われる。日程が合わないというのはこのことだ。選手選抜を考える時間もない。国内監督なら他にもいただろうが、記事にある通りサッカー協会は責任をすべてシティリケに押し付けるつもりだ。とは言っても妥当な決定なのだ。とにかく中途半端な成績があだとなった。昨年11月のカナダとの親善試合で大敗していればまだ違っただろうが固く勝利した。その時シュティーリケは完璧な内容だったと自画自賛したが、この時のコメントはハリルホジッチがどこぞと試合をして4対0で勝利した時、まだまだ改善すべき課題がたくさん見つかった、という発言と対比された。とにかく韓国サッカーファンには完全に信頼を失っていて、彼らからすれば更迭しか選択肢はなかった。ただそれはあまりに非現実的な願いでしかなかったということだ。すぐにカッとなる鍋根性が炸裂し続けているわけだが、もはやシティリケ体制で心中するしかないのだ。とにかく残された道は3連勝、ワールドカップに出られたとしても、本戦はもはや何も期待してはならない。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は、画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は、画面外のリンクから登録。